はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック、ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド・リメイクですね。こちらはですね、レイニー・フロックさん、セガじゃないんですね、今回。ザ・ハウス・オブ・ザ・デッドっていうのは、セガ・サターンでね、発売されてて、もともとアーケードですよね。で、セガ・サターン版はまだセロがなかったので、暴力などの表現が含まれていますというね、こうね、こういう微妙な表現が入っています。まあ、そういうゲームだったんですが、まあ、リメイクでね、多分、Z バージョンってつきますね。Z バージョンなので、セロ Z なので、結構ぐちゃぐちゃなね、ゲロゲロな内容になってるかと思いますが、ちょっとね、見てみましょう。はい。ということで、まあ、とりあえず、ここのグラフィックはちょっとね、キモいですよね。はい。ということで、The House of the Dead Remake Z バージョン。Nintendo Switch、PlayStation 4、PlayStation 5で、セロ Z でシューティング。まあ、眼臭ですね。眼臭なんだけども、ね、サタンの時には、まあ、当然、眼根。じゃない、バーチャガン。バーチャガン使ってたし、まあそうやってね、当時は、ブラウン管に、光線銃みたいなね、ノリだったんですけども、まあそこら辺はちょっとね、微妙に違いますよね、今回はね。はい。ということで、これ映像勝手に流れてたね。まあいいや。まあそんな感じなんですけども。で、2023年6月15日発売で3850円となっていますが、ちょっと紹介の方見てみましょう。はい。1997年、アーケードに登場したガンシューティングゲーム、ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド。数々のホラーゲームに影響を与えたタイトルが現代のクオリティで蘇ります。ルート分岐、マルチエンディングなどオリジナルで好評だったシステムはそのままに、グラフィックを HD へ大幅進化。さらに新要素を追加し、やり込み要素も充実。オリジナルファンからカジュアルなゲームユーザーまで楽しめる作品となっています。ということで、まあ、ゲーム情報的には、まあ、十分って言えば十分なんだけども、これ、ハウス・オブ・ザ・デッド知らない人に説明するには、ちょっと辛いよね。だって、プレステ5でもプレステ4でもスイッチでも、眼根がないじゃないですか。眼根のない世代に、眼シューティングで紹介されても困っちゃうんですよね。まあね。まあ、ルート分岐マルチエンディングってのはわかるんだけど、まあ、そもそものガンシューティングの説明がないのかってこと、まあ、あるのかな、この下に。はい。あれ、あるのかな、あったあったあった。ポイントその1、オリジナルをリスペクトした進化。だから、ゲーム内容の紹介じゃなくて、もう、新要素、ポイントのとこに行っちゃうんですね。全ステージの構成分岐、直感的な操作など、ゲームのベース部分はオリジナルを尊重。直感的な操作って、ガンでこうね、照準を向けて撃つってのが直感的な操作なんですけども、それないっしょ？で、まあいいや。グラフィックの進化により、ホラーの世界観はよりリアルに、そして、襲いかかるゾンビを撃ち倒す爽快感は大幅にアップ。また、ゾンビに弱点等の個性を持たせることにより、戦略性もアップ。誰も楽しめるホラーゲームとして進化しました。ということです。はい。まあ、はい。そうですね。で、次。ポイントその2、新要素で、やり込みも充実。だから、普通のゲーム内容の紹介がないんだけども、ポイント2になっちゃって、ここで新要素になるわけですね。半端ない数のゾンビが襲う、ホードかな？ホードモード。ハンドガンとは違ったプレイが楽しめる新たな武器のアンロック。プレイの実績に応じて獲得できるアチーブメントといったやり込み要素だけでなく、プレイ中に自由に撮影できるフォトモードを実装。撮影したスクリーンショットでプレイヤー間のコミュニティを盛り上げます。さらにギャラリーではゾンビの動き、弱点、今まで非公開だった情報までも見ることができます。だからこうやって見てみると、なんとなくこう新規ユーザーじゃなくて当時遊んでいた人に、ね、向けての、ね、商品ということがわかるかと思います。まあ、とにかく非公開だった情報、今っていうの、もう26年ぐらい経ってるタイトルだから、まあだいぶね、当時プレイしてた人もいい年齢になってるとは思うんですけども、まあその人たちがゾンビのね、この当時の動き見たいかってとわかんないけど、まあでもまあ、そこは、まあある意味ね、リメイクみたいなもののね、利点かと思います。ただまあ、あとはあれか。普通に、まあ、シングルプレイで、まあ、コンティニューができるとしたら、多分ね、普通にこう、クリアするのは簡単で、まあ、分岐をね、こう、埋め合わせることができるだろうから、アーケードの時よりは、やりやすいもので、まあ、いろいろとこう、やり込めることができる。で、それをやり込み終わった後で、その武器のアンロックで、いろんな武器で、まあ、いろんなクリアをしてみるとか、
あとアチーブメントかかあの達成していくみたいな感じのやり込みがこういろいろ入ってることで、まあ、長い時間遊べるようになりましたと、まあ、そういう売りですよね。はい。で、あとはそうね、ほとんどはどうなんだろうね、コミュニティって、これはあの SNS 絡んでの話、あでも SNS 流せるか、まあまあそこら辺で、でもセロ Z のねぐちゃぐちゃな映像をフォトモードで撮ってそれを世の中に放出するってどうよって感じがするんですけど、はい、まあいいや。でポイントその3、ダウンロード版セロ D との違いについて。現在配信中のダウンロード版セロ D と違いは以下の通りです。ショッキングな演出の追加、身体の分離欠損描写など、まあそうだね。で研究者に対しての発砲は可能、ただし発砲してしまうとアイテムがアンロックできなくなってしまいます。これがあれだね、過激表現っていうことで、多分研究者を撃つっていう行為自体がやっぱちょっとセロを上げてるから、多分セロ D の時には防いでたんだけど、そこができるようになることで、なんかより表現が過激になるだけじゃなくて、アイテムのアンロックができなくなるというね、こう難易度も上げてしまってるというところなので、これはいいことなのか悪いことなのかよく分かりません。はい。まあ欠損表現はね当然そうだろうなと思うんですけど、だからまあまあでもセロ D でね、納得してる人もこっちのセロ Z の方がいいよというところのが、まあ、ダウンロードに対するパッケージの付加価値になってるかなってとこですね。でポイントその4、パッケージ版特典ステッカー2種、同梱。パッケージ版のみの特典としてゾンビたちや、武器アーケード筐体をイメージしたオリジナルステッカーを2種類同梱しています。というかさ、ゾンビたちは武器アーケード筐体をイメージしたってこう書いてるけどさ、2種類だからねでもこのサイズ感は多分スイッチのこう挟むとこあるじゃないですか、パッケージ開けてこう挟むところ、あそこに挟んでこう入るサイズだと思うんですよ。ちっちゃい気がするんですよね。そうじゃないと多分 PS4 PS5 スイッチでこう共通のステッカーにならないと思うんでねまあいいや、そんな感じ。はい。で、The House of the Dead、リメイク、Z バージョンの内容は海外版と異なります。ショッキングな演出の追加、身体の分離、欠損描写などは黒く表示されます。あれ分離や、描写表現は入ってるんだけども、でも黒く表現される。黒く表示されるってことは、あれということは、その研究者を撃った時の難易度が上がることぐらいってこと？ん？またトロフィーの2つが入っていません。セロ D バージョンの、セーブデータは Z バージョンに引き継ぐことはできません。なるほどね。なるほど。でもトロフィー2つないのは、それがそれでショッキングだよね。そういうことは、PS4i5 とか、PS5 じゃないや。海外版を移植するしてきてるんだけど、トロフィーのそこを防ぐというところは完全にローカライズしきらないってことね。はい。で、PS4 版と PS5 版の違い。プレイステーションムーブ対応で、PS4 版はプレイステーションムーブに対応して、だからこういう丸っこいのがついてるやつね。で、あれもこう、ガンにすることができるから、そういう意味では、ガンコン的なプレイができるってことですね、PS4 版では。でもガンコンみたいなこうやつって PS4 について PS3 のゲームについてたからね、なかなか手に入らないような気もします。で、ハプティックフィードバック、これは当然 PS5 版対応してるでしょ。で解像度は、まあ、PS5 の方がいいよってことですね。でフレームレートも PS5 の方がいいよねってことですね。はい。でマウス対応、 PS4 版ゲームプレイでのみ対応、あのみです、ゲームプレイでのみです。PS5 版はマウスが完全に対応しています。ということは、コントローラー以外にマウスでできるって、だから、ガンシューティング、まあ、操作感マウスいいかもしれないけど。で、グラフィック、PS5 版が PS4 版に比べて、グラフィックが優れて、テクスチャーの改善、照明の改善、物理オブジェクトの増加などがあります。って書いてありますね。はい。で、ダウンロード版は、いや、これはどうでもいいや。はい。ということなので、PS4 版と PS5 版では、まあ、PS4 版では、まあ、PS ムーブを使うことで、まあ、こういう向き方もできるかもしれないけど、まあ、ガンシューティング的な、ブラウン管に近いような操作ができるかなーってところはあると。
でそれに対して PS5 版は残念ながらそういうのがないと。あれもしかしたらあれもプレイステーション VR のってさ出てたこういうガンあるじゃん、なんだっけ、 何のゲームの時出たんだっけ、まあ、あれも対応してんのかな、ちょっとわかんないな、そこら辺は。あれ対応してるとその方がやりやすいかもしれないな。うん。で、スイッチ版に関しては、ジョイコンでこう向けるのもないんだね、対応な。書いてないね。なんかスイッチ版でそれ対応してくれ、あ、でも無理か。無理か。どこか認識してくんないか。まあまあ、とにかくそんな感じなので、ガンシューティングとしての、ザ・ハウス・オブ・ザ・デッドを体験したいのであれば、もしかしたらプレイステーション4版でワンチャンあるかなと思うんですけど、じゃなければ、まあ、マウスで操作するとかね、アナログ操作でカーソル動かしてこう照準を動かして撃つみたいなプレイになるんで、まあそれでこれそれを、ザ・ハウス・オブ・ザ・デッドのね、こう懐かしさを感じられるかどうかは当時ねどうやってプレイしてたかに限られるんで、まあアーケードでプレイした人にはプレイ体験なかなか無理なんだけど、家庭用ゲーム機でバーチャー感買わないでねコントローラーで操作していた人はもしかしたら当時のねパワーアップ版が遊べるかもしれない。まああとはそのね、いろいろとこう資料が入ってるんで、そこの要素をね、どう捉えるか。まあ、もしかしたらそこのためにね、プレイするのもありかもしれないんでね、いろいろこう選択肢はあると。個人的にはね、まあ資料としての意味ではスイッチ版でいいかなって気がするんだけど、まあ、ガンシューティング的な遊び方を考えるならプレステ4版だけど、今からプレイステーションムーブでプレイするのもどうかなってところもあるしね、いろいろ悩みところだと思います。はい。まあそんなところです。はい。